誰にバレットの代わりしてもらえますかね。イカズチ持ってるな。あとは回復だけ持ってきとくか。空気の読めない神羅はしまっちゃいましょうね。もうマックスになってる回復。まあまあ3つマックスだったら問題はないんで。ああ神羅兵が。クラウドは人間相手は峰打ちにしてんのかな。うわあいかにも戦いますフィールドが。あ、いるんだ。ゲス野郎の情報は本当だったみたいですね。ゲス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 。にしても統括に行かしちゃって大丈夫なんですか。パルマーさんですか。本人の希望だ。ゴート鎮圧用兵器を投入する。各班、至急退避しろ。自爆装置。そんじゃ、行きますよっと。スイッチオン。パルマーさん、変なダンス踊ってたとこボコった記憶ぐらいしかないんだけど。よし、とりあえずいつものミヤブルからよ。弱点は雷、運行はそれなりに、リミットや連携アビリティで点灯するときコクピットを攻撃すると大ダメージを与えられます。挑発的な行動をしているときにアビリティを複数が当てるという意図状態。こけてるね。そっちは任せる。よし、出番。エアリス私の出番。よっと届け。サンダラ。眩しい。や。頭狙うってたけど。やるぞ。エアブレイン。おお。しまった。ああ。攻撃を狙う場所にないな。耐えられると思わない。頑張るね。行くけ。やめて、来ないで。出てきた。挑発これはひどい挑発を見た。が死んでまう。届け、ほい、や、当たれ、飛んでけ。とりあえず祈っとこう。交代。しまった。私に任せて。回復量してるじゃん。届け。視線を切り裂く。八丁分してる。さあ、直接
クパルバーサーをぶち込んだ。ワンストラッシュ。連携しよう。さあ行くよ。私の出番。届け。ほい。あかん。クラウドが死ぬ。これはクラウドに自分でアイテムは1回タダで使えるから、ゲージはやってやる。さあ決めるぞ。おクラウドさんリミット溜まってんじゃん。3秒で今がチャンスだ。決め切るよ。繋いでこのまま決めよう。エアリスもサンダラをぶち込んでやれ。次は俺が決める。決めてやれ。ここが勝負どこ。ティファは普段使わないから何したらいいか。適当に殴ってていいね。このポンコツ返すか。搭乗者とのクロックリンクを確認。戦争の解析が完了しました。ゲーコゲコゲーコゲコん、これは足場を狙えばいいんですか。リミット技強化で、このこれがチャンスね。やはり何だっけ。今クラウドはフェニス仕事だ。がお通りになってくれてるうちにいろいろ稼ごう。任せるね。引き受けた。もちろん挑発してくるよ。またあいつ暴れる。届け。挑発ってあれか、でわざわざ出ては来ないね。皆殺し光線とか大丈夫。その名前、名前からしてやばいんだけど。ああ食らうぞ。まあなんとか死なずに済んだみたいで。慎重に行こう。仕上げだ。足からやるか。おお壊すんですね。そっちは任せる。それじゃクラウドが死ぬ。頑張るね。ここに死ぬ。行け。痛すぎる。右足を壊せ。120%フェニックスさん帰る。じゃあ俺帰るから。先生の炎。おお、いいダメージプラス回復。やばい、皆殺し光線が来る。はい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 、ダメみたいですね。ダメじゃねえか。みんなを守って。守って。みんなっていうか私を守って。いろは。そんな攻撃聞かないね。任せる。幅読みに下がっていく。
ほとんど刺した方がね楽そうなんだけど。これだ。壊したらどうなるのかが見たい。あ、倒してまう。足こどうな壊したらどうなるかが知りたかったの。倒してる。大。時間がない。ここから離れるぞ。どうやってさ。バギー。誰だ。若者たちよ、リオ乗って逃げなさい。園長、これは盗聴器にもなっていてね、すべて聞かせてもらった。君は無実だ。疑ってすまなかった。あのバギーは謝罪の気持ちだ。受け取りたまえ。ゼルダでこんなバギー作ったな俺、うん、彼は私が責任を持って埋葬しよう。助かる。そうと決まれば脱出。園長、こんなことしてええんですか。ゲストの安全を守るのは園長の務めだ。君たちがミッドガルで何をしたにしろ、ゴールドソーサーでは関係ない。またいつでも遊びに来たまえ。園長の出ていたい。お、やるではないか。でもこれ運転できるかな。僕が教えます。あら、かわいい。バレット重そうだなこれ。生きて苦しめだとよ。全部背負うんだろ。さすがに押しつぶされそうだぜ。俺たちを頼れ。今日はやけに優しいじゃねえか。行くぞ。じゃあな、ダイン。おーっと、ハゲ。ロガースさん。うん。若者よ、私の背中を見よう。人生は戦いだ。ハゲ対マッチョ。おー、すごいパワーだ。ガタイが違う。次回ハゲ対マッチョ。あ、ミニゲームかもしかしてこれ。俺がやる。
やらせてくれ。わかった。バギーシューティングね。それで振り切りましょう、左スティックで照準、右左スティック押し込みで速度、バギーの操作もすんの。 R1 リロード、四角射撃、行くぜ行くぜ、やる、もうちょっと速い方がいいな。ほらほらほら、リロードは、R1、これぐらいの方が。見えてる。まあ、ちょっと言うけど。くらえ。あの一応、なんていうか自動照準微妙にある。リトライポイント更新。ぶっぱなす。行くぜ。くらえ。やばい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 。どう？やってやる。どうだ？バギー操作ってそういうこと。ひどい。攻撃開始。ターゲットへの攻撃を開始する。行くぜ。やってやる。動いてる余裕がない。全部しながら戦うんで超プレイ。お、入るか。おう、まだか。行くぜ。おらよ。どうだ。意外に90発って早いんだよ。わし本場ちゃうわね。あるわ。やってやる。いくぜ。見てろ。ほらよ。くらえ。これはあれかな、あのバギーの位置が中央、左、真ん中の3パターンっぽい。行くぜ。で、回収では見てろ。どうだ。もうガトリングみたいな攻撃は、まあ、回避をできるもんじゃない。まあ、あの強制ミニゲームなんで難しすぎるってことはしないでしょう。こんなもんでの、ね、ノーダメでクリアしろみたいなトロフィーだったら泣くけど。どうだ。ほらよ。真ん中。行くぜ。あばいよ。もういいや、ごだもんね。
ひどい。あのデブ。脱出。何？何？振り落としてやる。急ブレ。さすがバギー。ユキはさらに乗り物が嫌いになった。あっ、ちゃんとかわしてあげた。人身事故ならず。危なかったね、エリーナさん。異世界に転生するとこだったね。どうよ。上出来だ。我との好感度が今更上がっても。もうデートイベント終わったけど。ああ、聞こえたさ。空気が重い。マリ、父ちゃんが。帰ったら話さなくちゃな。ダインの手に。これ横に園長が倒れてたらびっくりだったけど、そんなことはないね。